江戸小話桃代よ,よい」ある公家のお姫様に恋をした男恋文を送ると先方より今宵より桃を通って夜ごとに通った印に私の牛舎の指示に傷をつけてください桃代すぎれば 必ずお会いいたしますと嬉しい返事が届いた男は募る思いを胸に雨の降る夜も風の夜もせっせと通い99夜目の晩いつものように車の指示へ傷をつけて帰ろうとすると屋敷より腰元が出てきて男の袖を引き お姫様がおっしゃいましたお通いなされて今日は99夜目一夜ばかりをおまけしますから私にお寝前すぐにお連れしてまいれとのことするとこの男もじもじして「いやいやそのあの」と言って尻込みをする腰元不審に思い なぜそのようにおっしゃります?」と問えば「はい私は日雇いでございます。